どうも、ウェタックスです。本日はディープクールの AK400 ホワイト、こちらを紹介したいと思います。AK620 っていうのがこれの前にあって、これのランク的には一つ上なんですけども、そちらの方のホワイトはもう発売されていて、すごい人気で、もう売り切れ状態です。なんやったら値段がちょっと上がってます。で、 AK400 なんですけど、明日発売ホワイトなので、欲しい方は早めに購入した方がいいかもしれないですね。白ってなんかすごい人気なんですね。白いということだけで、黒は普通に AK620 もあるんですけど、ホワイトはちょっと価格が上がっちゃってるんですよね。で、性能的には基本的には一緒です。で、 AK400 の方は前回紹介してますので、性能の方はまあそちらを見ていただきたいんで、今回はどちらかというと外観、見た目、こちらを見てチェックしていただきたいかなと思います。ということでですね、付属品等なんですけど、まず本体ですね。こちら見た目がどうでしょうか。白って本当に人気があるんですよね。で、ちゃんとヒートシンクも白く塗ってある。で、グリスはついてますね。で、このグリスの塗り方が結構特徴的やなと思ってるんですけども、はいはい、かっちょいいですよね。やっぱり白で統一されているので、うん。で、付属品はまあ一緒なんですね。インテルのちゃんと1200第12世代にも対応していて、取説がついています。で、今回、前回はインテルに取り付けたんで、今回は AMD の方に取り付けていきたいと思います。 AM4 ですね。それでは実際に取り付けていきたいんですけども、基本的にこれですね、下、これはいりますので、そのまま使ってください。最初からマザーについていたやつですね。これの上にネジをまず取り付けていくみたいです。はい、付属品パーツのこの茶色いやつみたいですね。この茶色いのを4箇所取り付けて、で、この板を置いて、で、締めるという感じになる感じです。4箇所、この茶色というか、オレンジ色というか、のやつを取り付けました。その上に、こちらですね。鉄板みたいなやつを置きます。で、どうもね、この溝を使うんですね。これ、この辺ちょっと干渉せえへんか、VRM 系干渉せえへんか、ちょっと気になるところですが、この感じやと大丈夫なのかな。では、4箇所ネジを締めていきます。4箇所ネジをしっかり締めれましたので、これを置いて、あとはもう、この両端2箇所のネジをつけて締めるだけです。で、まあこれを外してグリスがついてますので、このまま乗っけて締めるだけですね。まあこれで完成形は見えてきたと思うんですよね。で、ちょっとね、AS500 とちょっと比べたいなと思うんですけど、これが AS500 なんですね。基本的にはヒートパイプの長さはちょっと違ったりするんですけど、一番ね、デザイン的にはこいつがいけないというか、ファンの大きさとこのヒートシンクの縦の長さがね、合ってないんですよね。だから下に高さを合わせると上にはみ出すんです。上にはみ出します。大幅にはみ出します。それに比べたらこいつは本当にすっきりしていて、高さを完全に上下揃えられている。うん、なので見た目はすっきりしますね。だからヒートシンクの大きさはほぼ一緒なんです。で、ファンの大きさを揃えることによって、スタイル的には良くなった。で、ファンの仕様も変わっているらしく、静かで速くていいと、よく冷えると。で、ヒートパイプの設計も考え直されていて、よく冷えるようになっているということですね。もう完成形と言っていいかもしれない。で、シングルなのでメモリーへの影響が、まあ、基板にもあると思うんですけど、これやとないと。メモリーの抜き差しがこのまま作業できますよということですね。
こっちどうやったかな。まあ AS500 でもメモリへの干渉はほぼゼロですね。そしたら実際取り付けていきたいと思います。はい。でこのねファンのケーブルで AS500 はあと LED があったんですね。光るんですよ。でこっちは光らないので、光る方がいい人はあっちになるのかな。こうねつけたいのでこうなります。でもうグリスがついてるので、個人的にはこれこのまま使おうと思っちゃってるんで、このまま綺麗に乗せます。ネジの位置をだいたい合わしといて、あ、そうか、ファンを外さないといけない。このねファンを取り外すという作業がちょっと一つ面倒っちゃ面倒ですね。はい。あとは乗せたら、乗せれたらネジを締めます。ネジを2箇所取れたので、これで簡単にもうあとファンを水平にねちゃんと高さ合わせて取り付けてあげれば、はい、こんな感じ。これで綺麗に取り付けられたと思います。ここがね水平なので見た目がかなり良い感じで、性能をちゃんと発揮するためにはこういう状態がベストと言われております。はい。でこの前あの計測したんですけど、特に変化はなかったんですが、そういうことらしいので、でまあ白い、かなり白なんで、マザーボードとかも白かったりケースも白かったりするとかなり映えるんじゃないかな思います。はい。今回は見た目だけですね。もし性能の方の評価はもう一個の方の動画ぜひチェックしてください。明日発売です。欲しい方は本当に今からチェックしといた方がいいと思います。 Amazon にいつ登録されるかわからないんですけども、一応発売予定日は明日となってますので、ぜひ興味のある方はチェックしてみてください。私の方も Amazon のリンク分かり次第アソシエイトですけどリンク貼っときますんで、ぜひチェックお願いします。はい。ということで次回Ryzen 5 4500の性能をこちらで測っていきたいと思います。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。ということで AK400 明日発売です。ぜひチェックしてみてください。でね、性能を一応次回ね、Ryzen 5 4500で使っていくんですけども、よく、この状態で温度を測られても意味がないという話を言われるんですけど、そんなことはないと私は思っているんですよ。なぜかというと、Ryzen 9 の時にね、Ryzen 9じゃないわ、インテルの i9-9900K の時にね、まずこの状態でテストしました。で、室温同じ状態でケースの中に入れてテストしました。結果、ほぼ 0.5 度ぐらいの差はありましたが、一緒だったんですよ。もちろんケース内のエアフローとかにも注意は払ったんですけど、結局ケースも仕様によって全然冷え方が違うんです。やっぱりエアフローを意識されているケース内と意識しているケースでは全然結果が変わってきます。あと室温です。部屋は大きなケースだという名言があるんですけど、私はその通りだと思ってて、部屋の室温は大きく影響すると思います。今 26.4 度あるんですね。で、これはやっぱり夏なので26度。けど冬になってくるとやっぱ22、3度なんですね。その辺を考えると、部屋の温度が大きく影響しています。で、あとはパソコンの置き場所です。机の上に置くのか、床の下に置くのか、これによっても全然環境っていうのは変わってきますので、それで、参考にならないっていうのは正直ないんじゃないかなと思ってます。結局、その、おのおのの場所ですよ。北海道と沖縄じゃ全然違いますから、その辺も考えれば、負荷をかけた時っていうのはね、正直室温なんか関係ないぐらいの温度になるんで、最高温度に関して言えばかなり参考になるんじゃないかなと。通常温度、例えば30度台が40度台に暑いところではなってしまうっていうのは正直あるんで、それは何とも言えないんですけど、最高温度、負荷をかけた時の温度っていうのはほぼ変わらないです。
だから、もちろんエアフローしっかりしてたり、それなりにちゃんと、ね、グリスもちゃんと塗ってっていう環境によって変わってきますけども、そこさえしっかりしてれば、個人的には参考になるし、私も見てる分には参考になると思ってます。だから、ケースどうこうっていうのはあんまりないのかなと、正直思っております。はい。まあ、またケースに入れてもやるかもしれないですけどね。はい。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。